はいみなさんこんにちは、こまめです。ここ最近ですね、立て続けにパチンコに関するネガティブなニュースが出てきてるんでですね、そのことについてお話してみたいと思います。この3つですね、全国のパチンコ屋さんでですね、135人の社内保持の子供が救出されていたというニュースです。 次がですね、大の空気調整をしたっていうやつなんですが、まあ、もう一つですね、後で説明しますが、特殊景品の自家買いで書類送検されています。三、まあ、つ目がこれですね、何、まあ、とも言えない話なんですが、64歳無職の男、コンビニでビールを盗み逮捕、動、ま、機、あのパチンコで負けたからに呆れ声、まあ、この話をですね、していきたいと思います。まずですね、車内放置の問題なんですが、まあ、この時期暑くなってくるとですね、よく話題になります。 全日本遊戯協同組合連合会というところがですね、発表しているものなんですが、まあ、2019年度にですね、まあ、同報告書によると、2019年度ホール駐車場で発見された子どもの車内放置事案は35都府県方面組合で99件、まあ、ホールによる人海活動などで135人の子どもが救出され、事故は未然に防がれた。 とあるんですがまだこんなにあるんですねもう20年以上前から言われ続けているんですが、まあ、なかなかなくなりませんねまあ暑くなかったから大丈夫なんていう軽い気持ちでですねやってるのかもしれませんが、まあ、春先でもですね車の中かなりの高温になります、まあ、おそらくですね頭の中ではそのくらいのことは分かってるんだと思いますこの方たち依存症なんです もしかしたらですね、自分は依存症だと気づいてない方もいらっしゃる方、多いかもしれませんが、まあ、子供を車内に残してパチンコ,行行チンコへ行く行為、まあ、これ自体がですね、やっちゃいけないということは分かっているはずなんです。まあ、でもですね、30分だけとか5000円だけとかですね、いろいろ制限というか、条件をつけてですね、ここまでだったらパチンコをやっていいと打つことを正当化しているんです。やめられない、我慢できないという状況にあります。 この記事に対してのコメントの中でですね、厳罰化なんていうのもあったんですが、まあ、これに関してはですね、かなり難しいんじゃないかと思います、まあ、みんなが全員ですね、厳罰化になったからやめようと思ってですね、なくなればいいんですが、まあ、ことパチンコのことになるとですね、冷静な判断が失われます。 駐車場にそのまま止めてしまうと見つかっちゃうんで、まあ、きっとこういう場合はです、ね、別の場所に止めたりしますこうなってくると今発見できている車内放置もです、ね、発見できずに悲惨な結果になることもありますまたです、ね、建設的な意見かどうかというのは分からないんですが、まあ、いっそのことパチンコ店にです、ね、託児所を作ってはどうだというのもありました、まあ、これもです、ね、コ,ストのコスト的な問題もありますし、まあ、何よりもです、ね、時代の流れに逆行しています。 現状を維持しつつですね、啓発に努めていくしかないのかなと思います。次の釘調整と自家買いの話なんですが、ネット IB ニュースっていうところの記事です。九州内のニュースや話題をですね中心に発信されているところなんですが、いろんなローカルの記事があってですね、非常に面白いです。で、このパチンコ屋さん。 私の地元のパチンコ屋さんなんですが、最近ずっと閉まってたんでですね、もしかしたらコロナの影響で廃業したのかなと思ってました。まあ、こんな話とはですね、ま、思わなかったんですが、まあ、記事にはですね、県の公安委員会に事前に届けることなく、パチンコ台2台の釘を調整、さらに同社代表男性は、景品買取所や景品卸問屋の 経営者と共謀し20年1月10日以降合計3回にわたり同社運営のパチンコホールで客の特殊景品21枚を景品交換所が購入すると見せかけ6万4200円で自社で購入いわゆる自家買いをしていた疑いが持たれているとあります、まあ、この容疑でですね書類送検されているわけなんですが、まあ、正直、ですねこの釘調整でうんぬんという話はですね、まあ、半分都市伝説かと思ってました。 ここ数年、ですね、釘調整に関してはかなり厳しくなったという話は聞いていましたが、まあ、身近なホールがですね、こうやって上げられてしまうと本気だったんだなという気がします。もちろん昔みたいにですね、イベントの時に普通に売ってても球が増えるくらいのバカみたいな釘調整だったらしょうがない気もしますが。 今のパチンコ店はですね、もうそこまではしないでしょうし、まあ、せいぜいですね、信頼の時とかにですね、お客さんにストレスなく遊んでもらえるようにする程度で、まあ、出玉に影響を与えるといえばですね、まあ、そうなのかもしれませんが、まあ、ちょっと厳しいかなという気がします。 この自家買いなんですが、パチンコ屋さん独自のですね、3点方式っていうのが原因になっています。ご存知の通りですね、パチンコ屋さん、直接パチンコ玉を現金に交換することはできません。一旦特殊景品というのに交換して、まあ、併設されている古物店でですね、それを買い取ってもらうという形で現金にするんですが、まあ、この特殊景品はですね、 古物店から卸屋さんに流れていきます。まあ、それでその卸屋さんからですね、パチンコ店が購入するわけなんですが、まあ、こういったものの流れがあるとですね、まあ、当然経費が発生します。古、まあ、物屋さんにしてもですね、卸屋さんにしても、まあ、人,も建物の人も建物もですね、必要で、まあ、さらに言うならですね、利益も必要です。 なんでその経費をなくしてしまおうというのがですね今回の話なんですがこれはですね単なる売上をごまかしたことと違ってですねかなり重たい処分になったんだなと思いますこのパチンコ店なんですが実はですね良いイメージしかなかったんです 地元でですね、数店舗のホールを展開している中小企業なんですが、20年ほど前はですね、超有料店と呼ばれていて、お客さんもですね、本当にたくさん入ってました。当時ですね、果敢に大手のホールのすぐ近くにグランドオープンしててですね、互角以上にやっていた頃はですね、いつもお客さんがいっぱいで、私ももうちょっと遠かったんですが、よく通ってました。本当に残念です。次にですね、 64歳の男がパチンコに負けてビールを万引きしたというニュースです。まあ、これなんですが、まあ、万引きがニュースになるというのもですねなかなかすごいんですが、まあ、コメントを見るとですね散々書かれていました、まあ、ビール代くらい残しておけばよかったのにというのがですね結構多かったんですが、まあ、パチンコにはまっている人はですねなかなかそれができませんもうですねやってる最中は感覚が普通の時とは全く違うんです。 お金がお金に見えてませんし、まあ、思考自体がですねパチンコ最優先になっています。また一番ひどいなと思ったのがですねパチンコは廃人製造機というものだったんですが、まあ、これにはですねちょっと異論があります。この64歳の男、まあ、パチンコに関係なくダメダメ人間です。まあ、パチンコがなくてもですねおそらくこの程度の人間だったんだと思いますし、まあ、パチンコで負けたぐらいで万引きする人間なんてほとんどいません。ただですね、 世間はそういう目で見ているというのは間違いありません。まあ、それが現実なんです。まあ、今回コロナでですね自粛期間中に開けていたパチンコ屋さんに行っていた人をですねマスコミも含めてかなり叩いてましたしひげ、まあ、するような声もたくさんありました社会では今現在パチンコ自体をそういった目で見てますし、まあ、特に4月以降ですねコロナの影響だったり、まあ、禁煙の影響でですねお客さん激減しています。 もともとですね、人口減少や若い人がなかなか打たないということでですね、社用産業とまで言われるようになっていたところに、このコロナショックです。このままではですね、衰退は止まりません。まあ、それを食い止めるにはですね、パラダイムシフト、まあ、新しい次元に移行するくらいの改革をやっていかないとダメなのかなと思います。 そんな方法はですね、簡単には見つからないと思うんですが、まあ、例えば、ですね、特区を作って1980年代から90年代の羽物オンリーの100台程度の店を作るとかだったらですね、まあ、新しい台に比べればかなり安格安で作れるでしょうしもしかしたらですね、零細企業とかでもやっていけるかもしれません、まあ、いずれにせよですね、大きな改革が必要だと思います。ごご視聴ありがとうございました。